さ、近くの公園を歩いてるときになんでそんなおばあちゃんみたいなことしてんの？いや違う、あの別に公園を歩きたくて歩いたわけじゃなくて、うん、その、まあ駅までに向かう公園があって、そうあの近道だから通るのね。あ、なるほどね。で通った時に、うんうん、なんかあの一つの木の下にめちゃくちゃどんぐり落ちてたの、うん、でそれを踏み散らかして歩いてきたんだけど、うん、ふと思ったの、うん、どんぐりって何？いやなんかね、小森さん、今日ね撮影日だったんですけど、今朝ね本当にね、私寝起きの私にですよ、寝起きの私にね、どんぐりって知ってるって聞いてきたの、 LINE で。でいや、どんぐりは誰でも知ってるだろうみたいな何を言ってるんだろうっていう気持ちより、何よりなんか私の知らないどんぐりを知ってるんだと思って、なんかゾッとしちゃってさ、それで何の話みたいなまあハロウィン前だからね、ちょっとホラー要素も入れてこうかなと思って、はい、というわけで今日は何をやっていくかと言いますと、コウミさん最近何ですか、なんか無題違うとかありますよね。え、無の色素がいっぱい薄くなったとか雄大に近づいてると徐々にだんだんね、あのアハ体験みたいな、あなるほど、気づいたら無題から雄大に変わる違うコントやここまでが台本通りです。この度無題はデーブさんにお世話になることになりました。イエーイまあね、ツイッターとかではもう先にお披露目させていただいてたんですけど、はい、ウェーブクリエイターエージェンシーバイ ABEXTWH 所属になりました。言えたー、どん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 言えたねー、よかったね、かっこいいからね、これは積極的に言っていきましょう。で、はい、まあでも所属って言っても、うん、あれなんだよね、そのまあなんか企業だよとかじゃないよね。そう、企業税になったわけじゃなくて、あくまで今まで通り個人税ではあるんですけれども、まあ、個人税としてやっていきつつも、こうウェーブさんにこういろいろアドバイスだったりとか、こうサポートをしていただきながら、今後のこうクリエイティブな活動をもっともっと幅を広げていこうっていう風に一緒にこう手を組んだって感じですかね。どっちかというと。そうだね。まあまあなんか例えてあげるなら、うん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 、まあ。あの青の歌ってみたとか、あそうだね、うんうんうん、あの辺がもうちょっとグレードアップしますよ、そうそうそう、みたいな、なんかこうもっといろいろなんかできるようになったりとか、いろいろ紹介していただいたりとかして、そこサポートしていただいたり、うんうんうん、あとは、うんうんうん、まあ姫がねショールームで配信してるんですけど、そうなの、そう、それがね、まあ先月アマチュアだったんだけど、今月公式になったかな、うんうんうん、そうで公式で、あのオーガナイザーさんとしてもお世話になることになりましたので、はい、これからもね、あのショールームの公式ライバーとしても活動していきます。いや、よかったよかった、いやよかった本当できるで今回の所属するにあたってですね、はい、なんと無題のこのヨネットマイコウミアオの2人にプレゼントの送付先ができました。うわ、まあプレゼントといっても、まあそんなこう、例えばまあ一般的な生物だったりとか、こう危ない危険物だったりとか、あまりにも大きすぎるものっていうものは、あの残念ながら受付ができないんですけれども、私たちはね、はい、あれが欲しいんだよね。あれだね、あれ、もうあれが欲しいの、みんなから。ルフィも求めたあれね。ね、もう海賊王も求めた。言っちゃうんだ。ゴールドロジャーどうのこうのどうのこうのやつね。全然詳しくないか。全然知らない。全然詳しくない。ワンピース二度と出さないよ。あれ何が欲しいんですか、コウミさん。レター。レター。はい。皆さんからお手紙が欲しい。欲しい。めっちゃ欲しい。一番嬉しい。ね、そう、なんかこうもちろん物とかもあのいただければとても嬉しいんだけど、うん、やっぱりこう一文字一文字ね。こう書き綴ってくれた手紙なんかを皆さんから送っていただけたら嬉しいなーなんて思っております。全然一言とかでもいい、ね、いいよね、なんかこう一発ギャグとか、なんか一行だけ送ってくれてもいいよね、うん、あーいいなー絶対ツイッターにさらすけどね、どんなんかって あと動画の ネタとかね、あいいね、こういうのやってみてくださいみたいな、あいいね、なんかよくあるラジオのお便りコーナーみたいな、うん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 、そういうのも面白そう。ゆめとまいさん、こうみあおさん、こんばんはみたいな。
それ、うん、実際に手紙送ってもらうっていうね。あ、それがいい、一番楽しいわ。はい、ぜひよろしければね、はい、これを機に私たちにお手紙などなど書いていただければとても嬉しいなと思います。思います。はい、宛先はこちら。あ、やってみたか。あ、なななななな、頑張れ頑張れ。あ、こちら、宛先はこちら、こちら。やってみたかった、これ。手紙ってさ、うん、誕生日とかに何か物をもらって、うん、それについてたちっちゃいやつもさ捨てられなくない？捨てられない、もうずっと残してる。うん、そうなの。もうそれでさ、あの引き出しがパンパンなんだよ。そうなの。なんかこう中高生の時とか友達とさ、こう手紙にやり取りした時のやつとかも、うん、めちゃめちゃ多分実家帰ったら残ってるし私。そうなの。そう、なんかこうこの活動始めてから、うん、こうリアイベとかね、ネットはやらせていただいたんですけど、その時にもらったリスナーさんからの手紙とかも全部置いてる。いやー、いいなー、味わいたいなー。はい、なので、あの孤独なコウミアオさんにもね、ぜひその気持ちを味わわせてあげてください。よろしくお願いします。紹介ひどいな。よろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上ですね。はい、この動画がもし面白かったというか、まあ、ためになったなって思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れでした。バイバイ。バイバイ。挨拶忘れてたよね、一瞬。いや、今一瞬どっちだっけってなっちゃった。私もおつむだ、あれおつむだ、私が作った方だみたいな。そう、でも無駄になっちゃうからね。初めてだったからね、この挨拶を使うのもね。そう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 、あの動画撮ってから以来だから。そう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 、焦った焦った。あ、よかった、思い出せて。